その昔、秋祭りは収穫の喜びを神に感謝する最大の行事でした。みこしや山車が町を練り歩き、境内では獅子舞が回れ、芝居小屋や夜店は町の人々でにぎわいました。ここ海田町には江戸末期から伝わる長斎というみこしがありました。唐破風の屋根に4人の子供が乗り込み太鼓を叩く海田地域に残るみこしです。4つの町内のみこしがぶつかり合う喧嘩長斎として知られ、男たちの勇壮な姿に数千人の見物客が各地から押し寄せたといいます。そして200年の時を超え、今ではただ一基残るのみ。その名も海田新町長斎と申します。空ますます高くなる10月、心地よい風が吹くように海田の街を駆け抜ける男たちの祭りがあります。五穀豊穣と無病息災を祝う熊野神社の秋祭りです。その主役は海田新町長斎。江戸時代の終わりから200年の時を超え、男たちに伝えられる神輿です。祭りの初日、早朝から長斎の組み立ては始まります。海田町の新町に唯一残る長斎を取り仕切るのは新町長斎保存会の皆さん。その組み立てから祭りの実行まで全てを見事に仕切っていきます。朝7時、新町自治会館の倉庫から1年間眠っていた長斎が運ばれ始めました。年に一度、男たちの心が騒ぎ始める瞬間です。ここに収められているのは長斎の基本構造にあたる屋台や棟、太鼓に木組み飾りなどなど、その数およそ100点。手渡しで運び出すごとに、男たちの心は祭りに向けて一つになっていきます。若い男たちの姿も見えます。親父の勇壮な姿に憧れ続け、やっと手伝いを許された次の世代の若者たちです。凛とした空気が街に張り詰め、熱い祭りの2日間は静かに始まりました。まずは屋台を押して海田市駅前駐輪場まで移動です。運び出しが終われば、いよいよ長斎最大の威厳を誇る巨大なヒノキ丸太の縦棒を取り付けます。実はあまりにも大きな縦棒なので、いつもはここにこんな形で保管してあるのです。運んできた屋台にいよいよ縦棒を仮組みします。
その重さ500キロ、長さ12メートル。大の大人が10人がかりでやっとの思いで運び出していきます。まずは仮組み付け。本組みする場所へ移動するため、一番太い縦棒の2本が通されます。そもそもはもっと細く長さも短かったそうですが、傷みが進んで新しい縦棒に変えるたびに今のような大きさになったとか。勇壮な調査を求める海田の男たちの心意気がうかがい知れるエピソードです。お尻下げて、お尻下げて、棒の中心に書かれた印に合わせ、バランスを見ながら位置を決めていきます。まだもうちょい、もうちょい、もうちょい、はいはい、行き過ぎた、バック、はい、行き過ぎた、もうちょい、ほら、はい、ストップ、いいよ、はい、これで今、いいどうだよ、芝居ない、残る2本を縄で縛り付け、これで移動準備完了。たったこれだけでこの調査の大きさが計り知れます。昔はこの長い縦棒で相手の調査にぶつかっていたんですね。祭り当日、調査が走り始める地点でいよいよ本組み付けが始まります。縦棒の次はいよいよ12本の横棒の取り付けです。まずは最後部となる横棒を縦に2本組み付けます。この2本と最前部の2本がこの調査の座りを決める一番重要な基礎となります。男たちが一番神経を集中する場面でもあるのです。それと今度両方いっぺんにかに行けるので、行ったの？行ったよ、こっち入った、よっしゃ、上手なのこっちや、こっちや、このために絵が入るの、こっちや、スムーズに入る、こっちや、大がこれが大と、これ大が、これ小じゃ、それ抜いてみや、今度はあっちや、今度は待てよ、最前部の横棒2本も同じ工程で取り付けていきます。もうちょっと押さんにゃ、いや、こっち上げないで、もう一枚で出ようなか。今年の調査の基礎が出来上がりました。どうやらおぼろげだった1年前の作業も全員でやっと思い出してきたようです。ここで忘れてはならないのが巨大な縦棒の重み。
自らの重さで曲がってしまうため、あらかじめ高さ合わせをしておきます。長さはロープかしかなかった一本ずつ水平になった、水平になった。よしよし、いいの、うん、いいよ。いや、OK、最前部と最後部の横棒が組み付けられると、残りの8本の横棒を縦棒の印に合わせて一本一本縄で縛り付けます。どうも、じゃあこのくらいか。およそ3メートルの横棒の4箇所を縦棒に力任せに縄締めしていきます。行ってみ、行ってみ、ほら、先真ん中行ってる、真ん中への。ここで今年の調裁の強さ、つまり出来が決まるわけです。全部で32箇所の本結び、その1箇所ずつを保存会の長老たちが確認していきます。こうならなきゃいけないかな。これぐらいですかね。ちょっとそっちぐらい。よれ。これぐらい。こっちじゃない。はい。はい。ノンビスも。ロープ。ノンビスじゃない。もう巻いた方がいいか。巻いた方が。ね。巻いた。足りねえから。力任せの仕事こそ若者たちの出番です。これで全ての横棒12本が組み付け完了となりました。しかしなおも新たな縄でマス締めをしていきます。まさに喧嘩調裁。ぶつかり合う相手はいなくなっても強さを求める気持ちが男たちの心の底に脈打っている証なのです。これもうちょっと切っとって。そこに紐くりれんねえの。大きいはないんか。一人は。あれは。まだよ。おい。それ回したらいいだろ。ここから作業はいよいよ屋台の中心部に移っていきます。まずは調裁の不安定な状態を支柱で動かないように固定します。続いて屋台の中に太鼓を入れるわけですが、この時気をつけなければならないのが太鼓の響き。この太鼓はまさに調裁の魂なのです。なぜならば今も昔も調裁が走り続ける間、ぶつかり合う瞬間すらも男たちを鼓舞しなければならないからです。
そして長斎の真の主役となる子供たちが太鼓を叩くために座る台座が太鼓を囲むように据えられます。前後ろいんだろうね。どこに入るの？あ、ここに入る。いや、まだ手が割れる。はい、はい、入った、OK。 次に台座の四隅にカシの木でできた支柱を組み付けます。ここからは飾り付け、言い換えれば男たちの見栄と誇りを競い合う、まさに晴れの見せどころなのです。晴れの見せ場とはいうものの、今までの作業とは違い、部品も仕事も繊細になっていきます。それもそのはず、数十点に及ぶ木組みはその昔宮大工の手によって作られた寸分も狂わぬ組細工で作られているからです。つまり一つ間違えれば後々大変なことにもなりかねません。それだけに男たちは今までとは少し違った表情に変わります。それ反対反対、右が向こうで、右が向こうで、待てよ。はい、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 は250キロもの胸を支える重要な役割も果たしているのです。長老たちの声が響きます。伝統とはこうやって受け継がれていくものですね。ご覧ください、だんだん神輿の体裁が整ってきましたよ。いよいよ神輿の花ともいえる胸を飾りつけていきます。今まで静かに見守っていた長老たちがおもむろに動き始めました。神輿に神が宿る最後の仕事こそ、この祭りを、この海田新町長斎を守り続けてきた先達に許された仕事なのです。青やろ、上がってる。いや、大丈夫、大丈夫。最後の大仕事、胸上げは慎重に行います。縦棒を伝い歩く男たちの足元も心なしか緊張しています。大丈夫、これをね、もうちょっと上げて、ここにね、上げな、上げな、上げな、あんまり後ろが高いよ、後ろが高い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 、支柱のすべてに木花飾りをはめ込みます。
はい。そして胸と支柱を針金で一つに縛ります。これも激しくぶつかり合った喧嘩調裁の名残でしょうか。組み付けがほぼ出来上がりました。1年間の眠りから覚めた調査はもうすでに厳かな雰囲気を醸し出しているようです。さてここまで来ると男たちもほっと一息、やっと緊張から解放されます。どことなく穏やかな気持ちになって紫の幕を丁寧に飾り付けていきます。戦後一時は途絶えていた調査が復活しておよそ25年、この秋祭りの時だけ地元調査保存会の男たちの手が後世に語り続けるために繰り返してきた4時間の作業は今では海田町に秋を告げる風物詩と言ってもいいのではないでしょうか。さあ、あとは祭りの本番を待つばかりです。ついに出来上がった神輿を前に、今年の調査の無事安全を祈る神主さんの祝詞が嫌がう上にも祭りの気分を盛り上げます。各天下り玉井て新町調裁を払い玉井清め玉井と罪とがたたり災い汚れあらんおばあらじんものと母とこと長ことぶきに守りたまうことのよしよやをよろずの神たちもろともにきこしめせと賢み賢いもむすん。
抜けるような澄み切った秋空に太鼓の音が響き渡ります。その音に応えるように長斎がにわかに活気づいてきました。200年の時を超え海田町の男たちに脈々と受け継がれてきた勇壮な神輿、海田新町長斎が今動き始めました。1年間この日を待ちわびていた男たちの顔が一斉に晴れ渡ります。道端いっぱいに神輿を揺らせながら進む這わせ。この長斎ならではの練り歩きです。一心不乱に担ぎながら男たちの血が徐々に騒ぎ始めます。そしてこれから1時間ひたすら熊野神社を目指します。収穫の喜びを神に感謝する思いが生んだ長斎、その心は今でも海田に住む人々から伝わってきます。
神社に着いた朝斎のもう一つの見せ場、それはもみ合い。重さ3トンもある朝斎が男たちの手で上下に大きく揺らされます。まるで熊野神社のご神体に今年も無事たどり着いたことを伝えているようにも見えます。太鼓を叩く4人の子供たちは神様の生まれ変わり。神社の参道は地面に足を下ろすことすら許されません。天だるまと呼ばれる肩車で参拝です。神のお前にかしこみかしこみも申さ、それの秋のお見祭りに新町朝斎と存在。大人たちに混じってこの大役を成し遂げた子供たち、なんとも晴れがましいいい顔してます。人々たちお前に参き集え、に物人心払いに至きまつら。今も昔も変わることのない祈り。男たちは今年も無病息災、五穀豊穣の思いを無事捧げることができました。で2歩下がってる、はい、2回礼をします、2回手を取る、はい、最後に一礼をします、はい、じゃあ着席します。ハバーセラを済ませた男たち。しかし彼らにとって本当の朝斎はこれから始まるのです。心意気が一つになり最高潮に達する瞬間、それが朝斎の最大の見せ場、一気がけです。喧嘩神輿として全国に名を轟かせた開田の朝斎。その昔高ぶる男たちの姿を見るために訪れた数千人の見物客が開田の町にあふれたといいます。時が流れ時代は移り変わろうとも、男たちの勇壮な姿は変わることなく今も受け継がれているのです。その昔、町内を新町、稲荷町、仲見世、上市、四組の朝斎が練り歩いていた頃、出会い頭に喧嘩が起こりました。自慢の縦棒を前に突き出し、相手の朝斎にぶつけて揉み合う、その名も喧嘩朝斎。その勝敗は、どちらか一方の胸を飛ばすか、
縦棒を折るまで続けられたといいます。今も喧嘩の仕方を後世に残すため、その技が伝えられているのです。屋台に固定されていた縦棒の縄を解き、ぐっと前に突き出します。そして後ろを延長させ、押し手の力を最大に生かして前方を持ち上げます。この喧嘩体制を取る勇壮な姿とともに、男たちは危険を顧みず、相手の長さめがけてぶつかっていったのです。戦う相手がいなくなった今でも、高ぶる男たちの姿はよみがえってくるようです。
Thank you.